ハレルヤ、心を整えましょう。賛美歌の144番を賛美するとて、水曜礼拝をいただいています。
神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければならない。万軍の主なる神様、今日もあなたの真理の聖霊によって、あなたの愛する子供たちがことごとく主の真理の御言葉を正しく悟り、正しい信仰生活ができ、必ず信仰によって全ての面において勝利できますように、この礼拝の質を導いてください。イエス・キリストの尊き御名によってお祈り申し上げます。アーメン。人を信条を持って信仰を告白してまいります。我は天地の造り主、全能の父なる神を信じます。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によりて雇り、乙女マリアに生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちより読み返り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまい、賢いより来たりて、生きる者と死にたる者とを裁きたまう。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の読み返り、とこしえの命を信じます。アーメン。492番もう一曲
りで祈ります。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらしたまえ、心の天になる孤独地にもなさしたまえ、我らに日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなりばなり。アーメン。ハレルヤー。ハレルヤー。新約聖書の中二章、新約聖書中二章中三より二十一までをまとめます。中二章ルカ。ああ、新約聖書中二章はないの。そうですね。ルカの中二章。うちの生徒の皆さんはみんな真理の御言葉に通じていますから、騙せないわね。悪魔も悪霊も誰も。下手なこと言ったらみんな反発する。ハレルヤ。騙されちゃった。新約聖書、中二章といえば一生懸命探す人がいるかもと思いましたけれども、一人もない。マラキ五章、一生懸命探さないの？マラキ五章、そんなのはないね。はい。マラキ五章ありますか？ルカ十二章の十三から二十一までをまず読みます。どうぞ。群衆の一人が言った。先生、私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください。イエスはその人に言われた。誰が私をあなた方の裁判官や朝廷人に任命したのか。そして一度に言われた。どんな貪欲にも罪を洗い用心しなさい。あり余るほどのものを持っていても人の命は財産によってどうすることもできないからである。それからイエスは例えを話された。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちはどうしよう、作物をしまっておく場所がないと思い巡らしたが、やがて言った。こうしよう、蔵を壊してもっと大きなのを建て、そこに穀物や財産をみなしまい、こう自分に言ってやるのだ。さあこれから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして休めと。しかし神は愚かなものよ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのかと言われた。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだ。アーメン。先週お読みしましたテモテ1の手紙6章、もう一回。テモテ1の手紙の6の6節から10節まで。新約聖書341ページ。よろしいですか？先週一回読んだとこですよ。テモテ1の6の6から10節まで。どうぞ。異なる教えを説き、違う。
の信心は満ち足りることを知る者には大きな利得の道です。なぜならば私たちは何も持たずに世に生まれ世を去る時は何も持っていくことはできないからです。食べるものと着るものがあれば私たちはそれで満足すべきです。金持ちになろうとする者は誘惑、罠、無分別で有害なさまざまな欲望に陥ります。その欲望が人を滅亡と破滅に陥れます。金銭の欲は全ての悪の根です。金銭を追い求めるうちに信仰から迷い出てさまざまなひどい苦しみで突き刺された者もいます。アーメン。そこまで祈りましょう。主なる神よ、今日もあなたの真理の聖霊によってしもべの口を用いて語ってくださり、必ず血の果て宣教会に来てる全ての子供たちが真理の御言葉を正しく悟り、あなたの御子にふさわしい信仰生活をすることによって主が約束され備えてある全ての祝福を必ず信仰によって受けることができますように、いくだよさるまで正しい信仰生活をすることができますように、悔いのない信仰生活ができますように、永遠なる天の御国に望みおいて全てが満たされた天の御国を無限に楽しめるものとなりますように、正しい信仰の道を整えてください。礼拝の人も主の御手に委ねます。最後の最後までを導いてください。イエス・キリストの尊き皆でお祈り申し上げます。アーメン。じゃあみんな一緒に、ボロイとも祝福ともなる物質、物質は呪いともなり物質もなることがあります。だから物質はあってすごい有益で人の人生を豊かにする、絶対的に人に必要なもの、そして主が我々に約束された祝福な本当は。でもこれが間違って手に入ると物質が呪いの種となってしまいます。すべての呪い、すべての悪、すべての罪の根、種まきのようになってしまうのがこの物質の働きなんです。ハレルヤ。物質に対して物質が好き嫌いを別にして信者たちは物質に対する正しい認識をまず持つ必要があります。間違って物質を愛するとそれが滅びの種となってしまうことがたくさんありますから、だからといって物質を警戒しちゃいけない。物質は信者たちは貧しくなる、信者たちは貧しい生活をするのが理想的だと、もし誰かが思ったりそう、あるいは教えたりするのは聖書的じゃない、聖書的な教えじゃない。むしろ信者たちは物質的にも豊かになるべきですよ。アメン。物質的にも豊かになるべき、これが正しい聖書的な教えなの。しかし物質的にも信者たちが豊かになるべきだと教えると起伏信仰だという批判がもうすぐ浴びてしまう恐れがあります。それは神様との関係などはどうでもいいという信仰でありながら物質を優先的に求める信仰のことを起伏信仰だというわけです。しかし神様との関係が成り立っているならばいくらでも物質は必要なだけじゃなくてあり余るほど、満ちあふれるほど、あり余って自らが満ち足りてあり余るの、あり余るのをどうする、仲間を呼んで分ける、これが正しい聖書的な物質への教えなんです。アメン。ルカの福音書で唱えられました。どうなれば、ルカの福音書5章1節から弟子たちが魚を取っていました。でも一匹も取れなかったところにイエス様が近づいた。イエス様の御言葉に従って
深みにこぎ出て深みでに何を網を下ろしたら磯の船がいっぱいになって沈みかけそうになるほど何が取れた？魚が取れた。イエス様の言葉を主の言葉だと思って従った結果、彼らは自分たちの船じゃなくて仲間の船までいっぱいになるほどの物質的な祝福を受けたんですよ。それはいけないんですか？そんなのを求めちゃいけませんか？求めなくても主がイエス様がそのように満たしてくださるの。イエス様に認められた者どもに、ハレルヤ、アメン。認められた者、物質の祝福は本当は求めているものじゃなくて神様が考えてくださるものなの。それは我々が求めているべきものは何ですか？神への信仰です。アメン。神への信仰、ともすれば神の子供に完全にまともにふさわしく生まれ変わることができるかのために我々は求めるべきなの。どうすれば神の国と神の御心に従えるか、それが成就するように、これを先に我々はこういうのは一生懸命求めるべき。それで神様の子として完全に生まれ変わってまともな生徒になれば、あとこういう物質は神様が考えて必要な時に、必要なだけじゃなくてあり余るほど、我々が思ったよりも考えたよりも求めたよりもさらに増さったものを、さらに豊かなものを神様が考えて満たしてくださるものが物質の祝福なんです。ハレルヤ。そういうのをもらっちゃいけませんか？そういうのを受けて楽しんじゃいけませんか？いいえ、受けて大いに楽しむべきです。ただ順番がある。順番が優先すべきものと優先しちゃいけない。物質が神より、神の言葉より、神の心を行うより物質が優先的になればこれは困ります。毒になります。それは全ての悪の根、毒物、罪の種まき、誘惑、呪いとなりますけれども、神が優先になって、神の言葉が心を行うのは優先になって、後から神から与えられるものは天と地と万物を支配する権威だから、そこにあるのは当然我々が楽しむべきであります。信じますように。アメン。意外と好きでありながら意外と物質に対する知識がないの。信者たちに分かってるような気がしていても本当ははっきり分かってない。だから生活の中でこういう神に喜ばれる信仰を作ることは難しいわけですよ。分かってるようで分かってない。もっとはっきり分かると、ではっきりと神様に喜ばれる物質に対する信仰を持っていくと、結果は間違いなくまずはこの世で祝福を受けるのが神様の御心ですよ。マタイの福音書の5章の一節以下出てくる、三条の教えというところを見ればほとんどの人が勘違いするの。ああ、クリスチャンになれば貧しくなるべきだ、弱々しくなるべきだ、素晴らしい生活がクリスチャンの美徳じゃない、このようなイメージを受けたり受けさせたりする傾向がある。そこをもう一度心開いて、もう一度ゆっくり読んでみればそうじゃない。そこで強調するのはこの世で祝福を受けるためにどうすればいいかという話。この世で地を、この世で祝福を、必要な祝福を受けるために信者たちがどういう信仰を持つべきであるかを教えています。ハレルヤ。アメン。心の貧しいのは幸いである。貧しい生活をしなさいじゃないの。それはキリスト教の美徳じゃないの。毒もここはない。この世でこの世を支配してこの世で豊かになって本当に天国も受け継ぐものとなり、この世でも豊かなものになるためには心に自分の貪欲欲望を抱いちゃいけないと。
心を神に明け渡すべきだと、こういう話であります。初めから8つも出てくる教えが全部そうだし、その後続くのが13節以下のそういう正しく死ねば天に入る権威が与えられた子供たちが、この世でも祝福を受けた子供たちが、暗闇の世の中に神を知らない人々の中に命の栄光の光と命の光を照らして、彼らが見て羨ましくなって、本当にクリスチャンが受けた祝福を見て、皆が共に神に栄光を返し、神を崇めるように、皆が共に救われるようになるために、そういう話なの。ほとんどの本では人々は三度の教えといえば、まず私たちは弱くなり貧しくなりみすぼらしくなる、こういうイメージをよく作る。全然逆なの。逆、みんな一緒にクリスチャンは光り輝くべき存在だ。クリスチャンは豊かで、あり余るほどの祝福を受けては、人々に、そうでない人々に分けてあげる、施すべき、それで神の栄光を表すべき尊き存在だ。アメン。クリスチャンはキリスト者です。キリスト者、あるいはクリスチャン、これはキリストのように生きなさいという。キリストのように、イエス様のように生きて、イエス様のように天にいて、永遠に尊厳な神的な立場で生きなさい。これがクリスチャンなの。あれのに5000名が、8000名が何もなかったところ、魚2匹とパン切れ5つしかないところで、そこにイエス様がいたら、そこにクリスチャンがいればなんとかなる。マニアオの食べ物が全くあれのだったと。これがクリスチャンの生活であるべきですよ。ハレルヤ。人にいつも貸してくれ、金貸して、力貸して、貸せじゃなくて、貸すから必要な時には声かけなさい。こういう人になるべきだ。みんな一緒に貸してくれじゃなくて必要であればいつでも貸すから声かけて。これがクリスチャンの生活。アメン。まず、じゃあ、この物質は我々が本当にあり余るほど受けて楽しむべき、で余ったものを貧しい人に施すべき有益なものだけれども、この物質はある時には呪いとなって、あるいは全ての悪、あるいは罪の根となってしまう場合がある。これはもし物質が呪いとなり罪とか悪の根のようになってしまったら、自らの運命を、人生をどうするものになる、突き刺すものになる。この得た物質が、求めた物質が自分の命を刺してしまう、突き刺してしまう。自分の運命を、自分の祝福を、自分の幸せを、この物質が突き刺してしまう。こういうまた危ないものでもある。何が物質がよ。だから聖書は、神様が物質を、信仰が認められた者には祝福の印として、祝福のシンボルのように与えておられるものであり、信仰が認められていない、神に喜ばれない者には、こういう物質がまるで呪いをもたらす、その人の運命と幸せを、祝福を、人生を突き裂いてしまうような、刃物のような、特物のようなものになってしまうものであると、はっきりと聖書は教えてる。だから物質に対する信者たちの正しい認識、正しい態度がないと、下手すればどうなります？
せっかく得た物質によって自分の運命を自ら台無しにしてしまう、こういう恐れがあるから、少なくともほとんどの人が好きな物質に対する正しい知識を持つべきだろうと信じますように、イエスの御名で祝福いたします。アメン。そう、これはただの知識として、ただの知識としてじゃなくて、これから皆さんの人生、間違いなく天に入ろう信仰、天に行くまでまたさらに受けては享受を楽しむべき、そういう本当に生活の中で皆さんが受け入れるべき、そういう知識として正しく悟ってほしい、正しく悟ってほしい。ハレルヤ、アメン。じゃあ、一人一人個人の信者もそうだし、国会者も主のしもべたちもそうなの。この物質の問題が霊的に信仰によって解決できなければ国会もできない。いくらやっても物質の問題で国会がつまずくし、国会を正しくやれば物質はつきものが、ついてくるものが。じゃあ、羊の群れ、羊の群れが豊かになり増えたりすると、牧者、羊飼いである牧者は羊の群れから何を得ます？羊毛、羊毛、毛と羊毛と何を、肉とミルクなどを得るんです。そうするとそれを羊が食べるんですか、牧者が食べるんですか、言いたくないでしょ、牧者で仕方がないの、そうだから。ただじゃあ牧者たちは、牧者たちが、牧者は羊の群れを飼うのを自分の仕事とすればいいの、全てを投げて。アメン。牧師が仕事を持ってる牧師、死ぬまで頑張っても神に喜ばれない。初め訓練を受けるときには、本当に何もないときには何をやってでもこれをやりますと、使命を果たしますという信仰を神様はテストするために、初めはアルバイトもさせたりするんだけども、牧会の初めはずっと仕事を持たすことはまずないの。アメン。牧会者の仕事はまず何ですか、羊の群れを飼うことなの。アルバイトじゃないの、お金稼ぎじゃないの。にもかかわらず、お金稼ぎのためのアルバイト、あるいは副業をずっと持ってるのは、これ何か間違いなの。間違いない。それから牧会者は羊の群れを飼うこと以外に、こういう物質に心を奪われちゃいけないんです。これは信者も一緒ですよ。まず信者は自分の信仰が生まれ変わるように、神の心にふさわしいものになるように完全に生まれ変わるように頑張るべきだし、また信者は信者じゃない人を信者にする。羊が羊を産むでしょ、羊が羊を産むから、羊飼いが羊を産むんですか、羊が羊を産むんですか、羊が羊を産むんですよ。その羊が羊を産んだ羊の群れを飼うのは牧者です。アメン。分かりやすく言えば、伝道するのは牧者で、信者なの本当は。伝道は信者がして、伝道した信者を牧師たちは引っ張っていくの、これは牧師じゃない。例えば牧会者たちが物質の問題が解決できてなければ、霊的に牧会ができないの。牧会がでも物質なんかを乗り越えて羊の群れだけを飼う神が喜ばれる牧者になれば、その羊の群れが、一匹の痩せてた羊が超えるようになり、太るようになり、丈夫になり、また一匹だった羊が他の羊を産んだりして、羊の群れが増えたりすると、その結
ポッカイの結果としてポッカイ者たちもだんだん豊かになる。アメン。それでだんだん大きな人を救う神の仕事ができるように道を神様が開いておられる。これは法則なの、そうも決まってるの。しかしこれができないのはなぜできないのか、物質の問題を解決しないから。神だけを頼って神の羊だけを飼うような信仰仕事じゃなくて、物質にまだ心が奪われてる、取られてるから、これを早く乗り越える必要があります。ハレルヤ。信者たちも一緒、信者たちもなぜこの物質を我々が厳しく物質に対する姿勢と態度と認識を厳しくはっきりとしなければいけないのかといえば、物質は人の心を神から奪った超本人だから。通して人に貪欲な心を最初もたらしたものが物質なの。貪欲、みんな一緒に貪欲。これが人に貪欲をもたらしたのが何ですか。これは物質なの。見るからに好ましく、おいしす、いかにもおいしそうで目を引きつけるようなもの、見て目を引きつけるような、見て好ましいもので、おいしい、食べておいしそうに見えるもの、それからこれを食べればきっと知恵、神のような知恵が与えられる、神のように賢くなる、この世の誇りとなれそうな、これだけあればなんとか勝利できる、幸せになるとか、いろんな意味で人の心をそそのかしたものが物質でしたよ。善悪の知識の木。さあ創世記の2章9節。9節だけ読みます。創世記2章の9節、いいですか。どうぞ。主なる神は見るからに好ましく、食べるに良いものをもたらすあらゆる木を地に生え出させ、またその中央には命の木と善悪の知識の木を生え出させられた。アーメン。ハレルヤ。じゃあエデルの園には、エデルの園には神と一緒に生きた環境であった主の園、エデルの園には、中央には何があった。中央には命の木と、それから、善悪の知識の木、これがあった。真ん中に2本の木だから、真ん中にポンとあっても別に、これはまあこういう生け花とか植木のようにあったわけだね。園の真ん中に、これはすごい広い、その広い、こういう空間はすごい広いの。じゃあ問題はこの2つの木は園の真ん中にポンとあっただけでいいもんか。これ以外にあらゆる木がみんな一緒に見るからに好ましく、食べるのに良いものをもたらす、あらゆる木が園に生えでさせられていた。
信じますか。これは何を意味してます。わざわざ命の木とか善悪の知識を知識の木から木の実をわざわざ取って食べなくても、ここまで手を差し伸べなくても、このここにある実まで、この2つの木の実まで欲しがらなくても、これ以外にもいくらでも見て美味しそうなもの、食べて本当に美味しいもの、良いもの、そういうのがいっぱいあった、いっぱい。アメン。他には食べ物がなくて困っていて、この善悪の知識の木からは実を取って食べないといけないような、そういう貧しい困っていた状況ではなかったの。十分満ち足りていた、満ち足りていた。これを認めますか。善悪の木の実を取って食べなくてもいいような他の木の実がいっぱい、それも美味しいものがいっぱいあったのを認めますか。認めますように。いっぱいありましたよ。ここで問題が起こるの。これが地獄を知らなかった人の満ち足りている満足を知らなかった人の必要以上を求めた。十分他にも十分あったの。満足できると十分あったにもかかわらず、それに満足できないで、それ以上の必要以上のものを求めた人の貪欲の結果が人の人類の運命を変えてしまった。ハレルヤ。必要、満ち足りているもの以上の必要以上のものを求めた貪欲というものが、どれだけ人の人生において特別特別のような有害なものであるかをはっきりと知る必要がありますよ。はっきりと知る必要がある。アメン。よくクリスチャンたちがここでつまずくの、これを知らないから。言葉では分かってる、でも本当に悟ってないからよくつまずくの。金で、じゃあみんな一緒に、貪欲とは何ですか。貪欲とは何ですか。分かりやすく説明、みんな一緒に、必要以上のものを求める心。アーメン。満足を知らないで必要以上のものを欲しがる心、これが貪欲なの。じゃあ神の園には満足できるほどのものがあった、なかった。あった。アメン。神の園には満足できるほどのもの、食べ物があった、なかった。あったよ。それをじゃあ今皆さんと私はイエス様を信じる神の子になっている。じゃあ今神を信じて、イエスを信じて神の子になっている皆さんと私の人生、今の人生、満足できると満ち足りていますか。満ち足りてないですか。満ち足りている、いない、いる、いると思い、どう手を挙げて、いるの、いるの、いるの。イエスの皆があって、イエスと共に生きるこの信仰生活は主の園に置かれているような時と同じく、今私たちにちょうど必要なものをちょうど満足的におろしてくださいてよ。素直だからね、あげなさいと言えばあげて、おろせと言わないとずっとあげてる。僕は家に帰っても彼はあげている。こういう素直さがたまには欲しいもん。勝手にやらないで、勝手にやる。じゃあじゃあ今も皆さんがイエス様を信じて、皆さんの中にイエスの皆があって、イエス様の聖霊がおられて、イエス様と共に歩むエデンのそのような命を、永遠なる命の救いを回復した状態の生活を今やっているという霊的な信仰のに対する確信が自分の中にあるならば、今の自分の全ての状況も満足すべき、満ち足りていると言っておかしくない。言うべきです。イエス様と一緒にでも飢え渇いているとか、イエス様と一緒にでも足りない、物足りないとか、こういう信仰の告白をやっているということは、
イエス様と一緒に本当はいないことになります。アメン。意味が分かりますか？これ大事なポイント、大事な。じゃあ砂漠を歩いていても火と共にであれば道足りますか？上乾きますか？あれのを歩いていても火と共ならば、友であるんだったら友です。それが道垂れた状態、あるいは上乾いた状態、上乾いた状態、家に帰りなさい。じゃあ新命記8章で何を言いました？砂漠アレノを40年間歩かせたのは、砂漠であっても神の口から出る言葉によって人は生きるものであることを悟して、神と共にいれば砂漠でも40年間続いてもそれが満足できる、神が賛美できる、こういう信仰があるか心にないかを試してみて見るために神様はそこを歩かしたという。本当に神の人になりたいと思うならば、みんな一緒にアレノでも持続を感じる、満足できる信仰に立つべきだ。アメン。アメン。アメン。イエスの皆は、皆さんイエスの皆が一番好きですか、二番、三番ですか？ここで私が言いたいのは、よくそういうイエスが一番だと私は言ってましたね。イエスが一番ですか？イエスは一番じゃないの。イエスは全てだ。みんな一緒に。イエスは全てだ。イエスは全てだ。なんでイエス様が好きな人、2番好きな人、3番目好きな人、4番目好きな人、ずっと並んでる中にイエス様を一人、イエス様をその隣に一番として並べておく名前ですか？イエス様は本当はそういう名前じゃないの。それはイエス様が1番、あなたは2番、こうだったのは、皆さんがイエス様を信じますと言ったその時の幼稚な子供の信仰の時の話よ。牧師も子供の時にはあなたよりイエス様が好きだと女房に言われたら頭にきたったからね。イエス様が1番にする女房の信仰は理解できなかったの。自分もイエス様信じながらも、この野郎1では懲らしめてやるからね、と思ったことが何度もある。それは僕はイエス様信じて初めの時、イエス様のことがわからん時、イエス様一番か俺が一番か、これを確かめていたの。その時には成熟した信仰にはイエス様が一番、これは幼稚な時の話で、成熟成長した信仰の人にはイエス様は一番でも二番でも三番でもなく、イエス様は何番？頭いいね。みんな一緒にイエス様は全てだ。全てだ。アメン。アメン。そう、イエス様も全てなの。2番よりちょっとイエス様の方が好きだから、1番、こういう人々の間に並べられていいような方じゃないの。イエス様はこういう信仰を今持ってますか？イエス様が1番ですか？そう、浅見さんが全てだと言ったらもう今日は勝利だ。もう一回、イエス様は全てだ。全てだ。アメン。アメン。そう、一番二番順番でイエス様のことを数えた。イエス様が本当に人間のように小さくなるじゃないの。イエス様が人間のように小さくなってしまうんだったら、国民の中の大統領、王様のようにこのくらいしかイエス様がならないんだったら、そのイエス様を信じる我々もかわいそうでしょう。イエス様は宇宙万物よりもも比べができないし、その中にあるものとも比べができないし、順番つけられない。天にあるのも、地にあるのも、地の下にあるのも、すべての権威がイエスの御手にある。アメン。そう、イエス様は全てを屈服させる、全てを、全ての権威を、権利を持っておられる方なんです、イエス様は。じゃあだから
ストの皆だけあれば自分に我々は全てを持っていることになります。今置かれている場所があれのであってもそれは別に関係ない。なんでイエス様は石に命じても美女が出る方だから。アメン。アレノで砂漠で、農作物が全然なくても天からも食べ物を雨のように降らすことができる方だから、イエス様は。違いますか？だからイエス・キリストの皆が命の救い主として皆さんの中に入っているならば、皆さんは全てを得た人であります。全てを得た人だから、全てを今の自分の立場と関係なく皆さんは何を知るべきだ。知足、満足を全て満足すべき。満足する金を得ても得なくても満足すべきだし、物質的な面において祝福はあってもなくてもまず満足する。まず満足。アーメン。今皆さんの1ヶ月の収入が例えば10万円だ。じゃあ10万円で厳しい、こんな厳しい、それでも神様はあなたにちょうど満足できる収入を与えていると、満足できる信仰を持っていれば貪欲による罪を犯すことはまずなくなります。アーメン。アーメン。アーメン。イスラエル民族が、民数、じゃあ読まないのは長いから、民数記11の18から34までを読んでみたいね、家帰ったら。ここに貪欲の罪が出てきます。イスラエル民族がアレノを40年も歩き回っていたのね。その時彼らは、アレノをくるくる回されるマナを、天から降るマナを食べて、岩から出る蜜を飲んで、本当に羊を飼うこともできないし、武器を栽培することもできないし、砂漠だから天から降ってくるマナばかり食べて、マナを砕いて何を作った？菓子を作った。お菓子焼いてお菓子作って食べたり、あるいは水が流れないから、川がないから、もう世界岩を杖で打つと岩から水が出る、岩から出る水を約2、300万人が40年間飲んだり洗ったり洗濯物したり、こういう奇跡を彼らは毎日見ていたの。ハレルヤ。素晴らしくないの？こういう人にはできない神の奇跡を毎日見て40年間生きながらも彼らは満足できなかった。それで神が与えられたものに、そういうもの、環境、立場に満足できないで、それ以上のものを求めたの。それ以上のものを求めたのなんだ？肉を求めたの。肉が食べたい。エジプトで食べていたもの。ニンニクが食べたい。ネギが食べたい。こういうことを言ってました。じゃあ、クリスチャンはニンニク食べちゃ、肉食べちゃいけませんか？ネギ食べちゃいけませんか？違うの。食べても、いいなくて、食べてあり余るほど神が与えてくださるの、本当は。でもニンニクとかネギとか肉のなんであるので食べさせなかった？彼らの信仰がまだそこまで来てなかったから。本当に神優先、神によって満足できる信仰があるかどうかを試すまで彼らはアレノの環境にいるべきだった。彼らにおいて彼らが神の子に生まれ変わるのにちょうど必要な環境がアレノだったの。アメン。にもかかわらず彼らは神が導く環境に満足できなかったから、自分の肉の欲望に駆られて神が認めた、神が与えたもの以上のものを求めたのが神の前で貪欲の罪と結果的になってしまって、彼らはアレノで死んでしまった。このように神様が厳しく
物と物質と信仰の問題を厳しく神様が扱っておられます。しかし信者たちはこれに知識がないの。だから皆さんがまずはっきり知るべきなのは、今自分に1ヶ月の収入が1万円あれば1万円でも十分だと満足すればいいの。まず1万円もなくてもイエスの皆があるだけでも満足すればいいの。アメン。必ずこういう訓練を通るの。信仰が本物じゃないといけないから、信仰が形ばかり、心にもない形ばかりの信仰ではいけないから、心から本当に変わらないそういう信仰になるまで神様が訓練の道を通すの。その時に神が与えられた環境、物などに満足できないし、それ以上のものを求めて神より一歩先に走りながら自分の考えであれこれを求めていく信仰は貪欲の罪を犯す信仰になってしまうと悟りますように。イエスの皆で祝福だします。アーメン。だから訓練に入ればまず神様は何をするの？お金の収入を減らしてください。訓練に入ればお金の収入を減らしてください。僕が学生でありながらも多い時は55万ぐらい稼げたの。学生ながらでありながら、学生として50万以上稼ぐのは難しい話だよ。本当は少なくとも35万ぐらいは少ない時にも35万ぐらいは入ったからね。でも35万から55万ぐらい稼いでいた時にも別に仕事あんまり一生懸命してなかったの。簡単にちょっとすれば金が入ったから。しかし私はしもべと呼ばれて訓練に入ったら、まずそういう簡単で一つやれば、1時間やれば、ある時にはただ10分仕事やって3万円入った時は10分もう1時間で3万円のやつは10分やって終わっても3万円だから、10分仕事して3万円入る時ある。とにかくしもべの訓練に入ったら、こういう簡単に手に入ったお金の収入がカットされる。カット。韓国、こうその時私がやっていたアルバイトは全部こう通訳だったから、これはもう私が韓国に帰るまで、これは決まってる。私が韓国に帰るまで決まってる。ある会社のその通訳の場合、ビジネス通訳の場合は私が韓国に帰るまでじゃなくて、帰ってからもずっとまだ日本からバイヤーが来たらまたやってる。で、僕が韓国に帰れば、その時例えば僕がアパート買いたいと思えばアパート大金を考えていた社長もいたの。日本から韓国に帰ったら住む場所が欲しいでしょ。だからそのアパートを買うはずだから、その時にアパートを買うための大金を考えている社長がいたのね。それほど固い約束だ。固い。その仕事は簡単に終わる仕事じゃないの。そういうのがいくつもあったの。しかし、しもべの訓練に入ったら、本当にもう考えてもなかったの。そういう固い約束がずっと守られていて、未来まで保証された、そういうアルバイトが、本当にもう訳もわからない理由によって、全部途絶えてしまう。切られるか。これで、厳しい場合は7ヶ月間、収入という収入が、例えば、なんか収入を期待できる収入は、アルバイトをやるとか、なんか仕事をしていれば、それに対する報酬があるでしょ。全く仕事が7ヶ月間なかった時もある。全くないから収入が全く考えられない。今皆さんアルバイトやって10万円儲けるとか、毎月収入入る。これは訓練じゃないよ、私から見ればね。これはもうあんまり平らな道、いや歩きやすい道なの。10万円期待できるでしょ。節約すればそれに合わせて生活すればいいでしょ。明日が見えない。明日が、明日金が10円入るか500円入るか入らないか、もう明日飢えて死ぬかどうかわからない、こういう状況が7ヶ月間も続いたの。それでも私と女房はピクッともしなかったの。だってみんな一緒に主は生きている。アメン。エリアについていたエリシャをエリアが3度も追い払おうとしたの。3度も。しかし3度も追い払われても、エリシャはエリアに
最後までついていきながら、その時たびにエリシャが言った言葉があるの。みんな主に、主は生きておられる。あなたも生きておられます。なんでそれ。今いじめられていても、迫害を受けていても、今苦しい訓練に入れられていても、心配することないの。つまずくことない、試みないことないの。なんで、主は生きておられるのは変わらないから。そして私の先生であるエリシャという、うん、例えば皆さんがいくら苦しいことあっても、神が生きておられる、ま、これ変わらない話だし、牧師がこう生きて目に見えて生きてるのも、これは変わらない話、間違いない現実だから、その2つすらあれば皆さんは何があっても乗り越えていくことができるという。アメン。アメン。だから何十万もあった収入が、学校はタダでも通ったから、学校は奨学金で全部タダで、学校から出る収入が奨学金から学費払って残った金が100万ぐらいあったら、100万ぐらい残った金でも、うん、だから悠々自適に学生でありながらも生きていたんだけど、住んでいたの。いきなりこれはもう収入ゼロという環境になった。信仰がなければ、信仰がなければもうこれはおかしくなったかもしれないね。最初はそれが何かやらないといけないんじゃないかと思って一生懸命仕事探したの。でもいくら何を探しても、自転車に乗って朝から昼まで、昼から夜、うん、夕方まで、どこでもいいからまず仕事しないとと思って、プライドを捨ててね、へりくだって、それでも新聞配達もやらせてくれない。昔ならば考えられないし、言われるだけでももう本当にそれ、プライドを傷つけられて、うん、我慢できない新聞配達の仕事を人に勧められたので、自分が自ら進んでいって頼んでもこれが連絡が来ない。本当にもう、うん、へりくだって何でもやりますという気持ちになっても何にも下さないの仕事。それで本当に 天ばかりを、神がいないともう頼れるもの一つもないね。もうその時神様だけを見上げて、神が生きておられるから来年が我々にある、6ヶ月後にも1年後にも我々は生きてるはずだし、まっすぐ行けばだんだん良くなるはずだし、こういう確信を持っていたから努力してきたんだけども、それが正解でしたよ。ハレルヤ。アメン。だからイエス・キリストの皆があれば、何にも環境が変わっても収入が減る増える関係ない。イエスの皆があればよ。全てイエス様が全てだから。アメン。みんな一緒にイエスの皆には永遠なる命だけじゃなく、我々が生きるのに必要な全てがイエス様の御名にはあるんだ。アメン。そう、今全てを持っておられる方の名前を信じていても、今必要なものだけ与えてくださるの。物質を減らすのは、今物質の訓練を受ける必要があるから物質を減らすの。アメン。たまに疲れる人く、なんで疲れた人の気持ちを分かるためには自分が疲れてみないと分かんないの。たまに癒しくなる、自分が癒しくなってみないと癒しい立場の人々を理解できないの。たまには傷つけられる、心に傷つけられた経験がないと傷ついた人の心を理解できないの。だからパウロは貧しくもなったし、豊かにもなったし、尊き者にもなったし、癒やしいものになった。その全ての環境、全ての人にぴったりの牧会者になるためにいろんな経験をさせられたという。アメン。皆さんに、うん、イエスの皆があれば、その皆だけで全てが来てます。時が満ちれば、訓練が終われば、物質どころか権威も名声もプライドも傷つけられ、踏みにじられていて、本当に人格まで失ってしまったような傷を受けた人であっても、神様は全部高めてくださり、尊き存在者どもと
並べさせてくださろう。ハレルヤ。旅では本当に癒しめられて、いじめられて、苦しめられて、懲らしめられて、命まで狙われていたの、旅では。そういう旅でを神様が、旅での心が神の心にかなった信仰になった。結果それを見て見ぬふりをしたじゃなくて、その旅でを神様は選び出して油を注いでイスラエルの王にしたんだけども、イスラエルの最大の聖君になりましたよ。ハレルヤ、アメン。じゃあ時間がないから今日はここまで、来週まだ続きます。主なる神様、今日与えられた御言葉を心から正しく悟ることができますように、本当に父子に対する正しい認識を、まだその知識を持って主に正しく使え、物質が呪いの種、悪のネットになるようなことはないようにと助けてくださり、物質を主から受けた祝福としてあり余ると受けては、さらに多くの人々と分けることができる尊きクリスチャンとなりますように、一人一人を祝福してください。今日も心から主に捧げた物質を喜んでください。本当に惜しみなく捧げたものに、あなたも惜しみなく天の扉を開いて満たしてください。捧げられた献金は一人でも多くの人の命を救う伝道の道と宣教の道へと御心のままに用いてください。イエスキリストの尊き御名によってお祈り申し上げます。アーメン。手を挙げて栄光あれ神様にを賛美します。キリストの驚くべき恵みと父なる神様の限り明け合いと聖霊の働きと交わりとが、今日も信仰と喜びと感謝の中で真理の御言葉をことごとく悟していただきました。ちなって宣教部会の子供たちやその家族たちや、我々が主の皆によって出会わずの世界の万民の上にこれより常しえにありますように。アーメン、アーメン。イエス様に感謝しよう。ハレルヤ。